選択した画像を円形でくり抜いて、その領域を保存するサンプルです。まず画像を選択します。まあ、この画像を選択します。開くをクリックします。選択された画像が表示されます。ここで円形で選択します。このように選択します。そして切り出すをクリックします。このように切り出されます。で、保存をクリックします。すると保存されましたが表示されます。で、閉じます。で、サイドファイル選択に入ります。で、また別な画像を選択します。そして開きます。そして目の部分だけを選択します。そして切り出します。するとこのように目の部分が切り出されます。そして保存をクリックします。と、保存しましたが出てきますので、閉じるをクリックします。これで一度閉じます。そして保存されたフォルダを見てみると、このように画像が保存されております。背景は黒で保存されるようになっております。以上。